トイ -1338 とは、ガカザーの方向に、地球から約1300光年離れた場所に位置する、連星系である。終連星惑星トイ -1338B が、トランジット系外惑星探索、A、衛星によって、発見された。頭文字トイは、テスオブジェクトオブインタレストの略である。惑星は、夏のインターンシップとして、ゴダード宇宙飛行センターに参加した。 高校生のウルフ・クッキーによって発見された。彼は市民科学プロジェクトのプラネットハンターズのボランティアによって職変更生としてフラグが立てられたコード曲線を調べていた。クッキーと6人のプラネットハンターズのボランティアはこの出版物の協調者である。2021年2月、惑星を祖父と名付けることを求める、請願書は8万を超える署名を受け取った。 2021年1月30日に亡くなったミュージシャン兼音楽プロデューサーのソフィーに敬意を表そうとしたものである。著名な支持者にはチャーリー XCX やキャロリン・ポラチェックが含まれている。トイ -1338 は連成を成しており、それぞれ太陽の1.13倍と0.313倍の質量を持ち、互い24.6日の周期で好転している。 それぞれスペクトル分類は G 型、M 型である。年齢は44億年。土星サイズの惑星といマイナス 1338B は主星と同一平面上にある約一度以内の軌道を持っている。これは連星系の軌道と惑星の軌道が同じ平面上にあることを意味する。主星の時点も連星や惑星の軌道と一致している。 修練性惑星を持つ恒星において、ロシター効果が測定されたのは、これが2回目である。ケプラー16は、このような測定を行った、最初の惑星系であった。トイ -1338 のアラインメントは、惑星が単一の修練性円盤から形成されたことを示唆している。ありがとうございます。